風で流れちゃう。でこれ横移動してる時は止めてんだよ。あとホバリングの時も止まってる。あ、そう。じゃあ節約なんだ。スロットルはいつでもできんの。スロットル以外だ、だから。ちょうどいいところかな、スピード感というか、安定感。これ慣れてる人は手の方が間違いなく速くはできる。噴射しっぱなしでね。もう完璧な調整だと思います。よかった。はい。やっぱりね、ドローンやってる人間にはわかんないし、初心者でも安全だし、全然 OK だ。じゃあ、ここまでくらい。カメラじゃないな、スマホでできるってやつ。ああ、これね、最高だ。素晴らしい。はい、オッケー。